んにちは、シローです。先日は牛丼の牛の残りで肉うどんを作りましたが、今回は牛丼の牛の残った汁でよくわからない美味しいものを作ったので記録に残そうと思います。残った汁にお水を足して温めます。野菜室に残っていたネギを使っていきます。斜めに切ってよいしょ。白菜は見切り品で60円。あー嬉しい。今日はこれぐらいかな。あ、切りすぎた。まあいっか。葉っぱの部分は後で足そうね。うん、なかなかのくたっと具合。よし、葉っぱも入れちゃおう。取りこぼしも大事に入れようね。おー、もうだいぶいいんじゃないかな。よし、じゃあ器によそろう。取ってつけちゃうと洗わなきゃなので、取ってはつけずに鍋つかみでチーズのせたらなんか美味しそうなのでのせてみます。まあだいたいチーズのせとけば美味しくなるんですよね。よーし、いってらっしゃい。おー、いい感じに焼けてる。やっぱりなんかチーズ乗ってると美味しそう。熱いうちに早く食べよう早く食べよう。七味もかけて、何の料理かよくわかんないけど美味しそう。いただきます。